今回はワイルドリフトでアムムを使ったジャングルでの運用をご紹介していこうかと思います。すみません、ちょっと風邪気味で鼻声なんですけど、ご理解ください。昔ちょっと前のシーズンぐらいですかね、アムムがタンクではなくて中国だとフル火力アムムめちゃめちゃあったんですけど、割かしネタなのかなと思ってたんですが、今回フル火力やってみましたが、結構いいっすね。ただアムム何が問題って、もう一番最初に問題があるんですよね。この青バフのダブル狩りがかなりしんどい。これ一応スマイト使わんでもう引っ張ることってできるんですけど、かなりしんどい。スマイト使って引っ張ってもしんどい。そして見てわかる通り結構限界なんですよね。で、前動画上げた時もこんなようなやり方した気がするんですけど、本当はこれちゃんと綺麗にやれるんで、ですよね。で、ちゃんと綺麗にやると回る多分速度ノーチラスとかで多分速いと思いますね。ただ今回しくっちゃったんで、遅くはないけど全然速くはないような周回になりますね。あそこダブル狩りして、もちろんダブル狩りしてもここしんどいんですけど、周回とミニオン倒した時の回復で、じゃんじゃんバリバリ戻ってきますので、スカトルする時タイミングぐらいには半分ぐらいまでは戻ってると思いますね。とりあえず速いんですよ。やっぱり次のキャンプに1スキ使って進みながら、3スキ、2スキで AOE でファームして進んでいくことができる。これマジめちゃめちゃいいと思いますね。敵を倒しました。で、火力もマジでバカにならんぐらいダメージが出るようになりますので、アムム見た目以上にアサシンできますね。で、スキルは最初は2で取りますね。2、3、1で取ります。で、アムム全部のスキルがそうなんですけど、1スキも前の動画で言った通り出るのが遅いんですよ。ちょっとなんで今みたいに、ポン押しに近いポートレートしてボーってすると結構避けられちゃう。偏差が必要なのかなっていうところと、ウルトもやっぱり出るまでに一瞬打って構えるのがやっぱかなり、敵が歩いて結構射程ギリギリだったら逃げてけちゃうみたいな感じなんですよね。で、一応アムム使うときに、設定画面のところ、ちょっとごめんなさい、設定画面出さないですが、皆さん各自見てほしいんですが、スキルを使った押した瞬間に出る設定ってあるんですよ。ただそれをオフにしておくと、アムムのウルトがどの範囲で出るかがチェックしながら別にキャンセルも可なんですよ。エコーのウルトとかもそうですけど、なんで、キャラクターによってその辺の設定はちょっといじった方がいいかもしれないですね。なんかそれをオンにしとくとポン押しした時すぐ出てくれたりはするので、挙動としては良かったりする。本来であれば指を離した時に出るっていうのがデフォルトの設定ですね。やっぱそれをオンにしておくと指押した瞬間出てくれるようになります。ただ、スキルのサークルは見えない。ただアムムウルト押した後にフラッシュこけるんで、これめちゃくちゃ強いですね。なんで魔法するしないは置いておいて、このウルトフラッシュはタンクでも使うテクニックになるので、これは覚えておいて損はないと思いますね。あとリーの Q とかと同じような感じで、ガンク行くときも人に当てようとすると避けられて難しいじゃないですか。なんでそういったところに対してミニオンであれば、基本的に避けられることやっぱ少ないと思うんですよ。ちょっとリバーにいるスカトルだけはかなりステップして避けてきますが、基本的にはレーンにいるミニオンでミニオン同士ぶつかってればそういうところはありませんので、ミニオンに打ってから、ウルトしてフラッシュで伸ばすのはありかと思いますね。こういうところドレイクオブジェだったら避けないので、その後こういう感じで、そういったところも含めてプロトベルトもかなり多用しますね。リーの Q って言うとあれですけど、そういうような使い方を1でします。ただここも逆にウルトしてからフラッシュすればよかったんですけど、ケイチった結果とんでもないことになりましたね。今も、ウルトの出が遅い。本当に出が、ちょっと出が遅いっていうほど遅くはないんですよ、厳密には。だがしかしやってみると思うのが旺盛。今みたいなシーンですね、ウルトを押しながら範囲どうかっていうのをチェックしながら視認してやれるのが設定オフにしてる時ですね。これめちゃくちゃいいです。めっちゃ強いっすよ、これ。私かなりマグネットエンチャント信者ですが、こと魔法のアームをするんだったら、マグネットより、プロトベルトの方が使い勝手はいいんじゃないかなと思います。逆にタンクアームだったらマグネット余裕でありですね。
オブジェクトがやっぱり早いので、かなりバロン、エルダー、まあ、2人ぐらいだったらいけますね。まあ、ただアムム自体も柔らかくなっちゃうので、そこはちょっと気をつけないといけないので。まあ、ただこれ僕タンクじゃなくてアサシンですの で、 で AOE アサシンみたいな、まあ、入っていっぱい当たればそれだけで勝ちですので、今回敵これバロンラッシュしてますが、アムムまたバロン強いんですよね。あとウルトが強いんでスタンですから、これスネアじゃなくて、だからまあジャングル何もできなくなりますので、めっちゃいいですよね、逆転オブジェ。まあこういったところがあるのでかなりロマンがありますし、オーブ作ってるとマジ敵が一瞬で解けますね。後半はウルトなくしても本当電撃発動したら飛んでいくぐらいパワーがありますし、今だとスティラーがだいぶバフされてるので、まあ、アイテム的にもなくはない。マジで問題なのは1周目の最初の青バフとフロックのキャンプですね。これマジしくると本当に多分ナススでなくなっちゃうんじゃないですかね、あそこしくった場合。で最悪さっきみたいにフロッグリセットしてもいいけど、青バフは絶対にリセットしたらダメですね。モルガナとかだと遠距離なんでスマイドたかずして引っ張れるのがいいんですけど、アムムは近距離なもんですから、ニスキーがあったとしてもやっぱりちょっとあまりにも近づきすぎないといけないので、青バフのリセットがやべえです。すげえダメ出ますからね、 AOE でしかも拘束されるので、ウルトで拘束プラス1スキルの追加拘束で、敵からしたらもう殺しないと逃げれんですけど、もう突っかかった時点で殺してもダメージは消せないですから、ちょ本当に痛すぎですねこれ。今のシーンも終わるかなと思ったんですけど、16分のバリアがあまりにも重たいのと、今バロンバフで出てくるミニオンがあまりにヘラチョロになっちゃったんで、昔は全然削れなかったですけど、今はマジ簡単に削れるんで、メイジが一瞬で焼くんですよね、あれを。たまったもんじゃないですわ。だからアサシン対決しても、まあちょっと序盤はさすがにあれかもしれないですけど、中盤から終盤装備持ってるアムムじゃもう敵対応できんと思いますね、アサシンが。で、あんまりワイリフ最近こういう待ち方するの少なくなりましたが、そのオブジェもちろんジャングル落ちてるんでタッチしてもいいんですけど、事故るかもしれないじゃないですかね。ここで寄ってきたやつをドコーンとしゃぶりたいんですよねと思ったんですが、触っちゃってやっちゃったんですけど、もう一周ですね。この AOE のパンチ力あるんで、これマジめちゃくちゃロマンがあるというか、もう逆転できる、すげえ強いですよね、もう本当に。ただそういえば昨日も動画でフルパしてて思ったのが、やっぱりアサシンなんてこういうシーン、まあ、今みたいな どのシーンもそうですけど、アサシンは味方を餌にして敵を倒してなんぼっていうロールだと思うんですよ。なんで戦う時も何て言うでしょう、敵に対して平行に、要するに敵に見えてるような状態で入っていくと、敵こっち見えてるわけですから、あこのアームも来るなって分かるじゃないですか。そうするとやっぱオールイン叩き込まれますよね。だから必ず茂みに顔隠しといて、敵に見えない位置から最低でも入るようにしんと良くないと思うんですよね。もうエートルも何も関係ないですからねこれで。まあミッドレーンを捨ててるので、このままこれとじゃれてエンドですね。まあ、なんでこれをもしやるんであれば、これネタじゃなくてこれ結構ガチでいけそうなキャラですけど、アサシンだと思ってください。タンクの立ち回りをすると余裕で溶けてトロールになっちゃうもんですから、そこは注意してください。ということで以上 AP アムムでした。